安藤受けなりは日本の男子バスケットボール選手である。ポジションはポイントガード。B リーグの島根スサノーマジック所属。秋成高等学校在学中の2010年に U-18 日本代表としてアジア大会に出場し、得点王を獲得するとともにベスト5に選出。明治大学在学中の2014年に NBL カナダのハリファックスレーンメンと契約し、 プロ選手となる。NBL カナダでは、全試合に先発出場し、2014から15、シーズンのオールルーキーチームに選出された。その後、フィリピンプロバスケットボールリーグのメーラルコボルツ、NBL のリンクとチギブレックスを経て、2016から17、シーズンより、秋田ノーザンハッピネッツ2017から18、シーズン開幕前に、アルバルク東京に、レンタル移籍。 2018から2019シーズンに同クラブに完全移籍。2020から2021シーズン終了後の2021年6月14日にアルバルク東京を退団することが発表され、同年7月1日にシマネスサノーマジックへ移籍することが発表された。1992年、東京都江戸川区に生まれ、小学1年生の時にバスケットボールを始める。 中学卒業後は、秋成高校に、進学、2009年ウィンターカップを制し、2010年の、全国高等学校総合体育、大会バスケットボール競技大会では、準優勝の成績を残した。さらに同年のバスケットボールアジア U-18、選手権に出場する U-18 日本代表に選出され、主力の役割を担う。日本代表は8位に終わったが、 安藤は1試合平均23.4得点を記録し、得点王を受賞、ベスト5にも選ばれた。明治大学入学後からポジションをポイントガードに絞ってプレーする。2年時にはインカレ3位、3年時には同準優勝に貢献。4年生で迎えた2014年の理想百敗争奪日間学生バスケットボール競技大会では、 日本学生選抜チームのキャプテンを務めた。さらに、7月に予定されていた若手を中心とした日本代表とアメリカの大学が対戦する国際親善試合のメンバーにも選ばれたが、将来のオリンピック出場や NBA でのプレーを夢見る安藤は、よりレベルの高い環境を求めて大学バスケ部を退部代表招集も辞退し、アメリカに渡った。アメリカでは、 エージェントの野沢良介の協力もあり、夏季にプロアマ選手が参加して開催されるドリューリーグに参加することになった。安藤は4試合に出場し、最後の試合では4分弱の出場時間ながら7得点を上げた。これを評価したカナダのハリファックスレーメンのゼネラルマネージャーが安藤をスカウトし、チームのキャンプを経て、安藤はレーメンと契約する。NBL カナダでプレーする。 日本人選手は安藤が初めてであった。安藤は指揮官、ジョゼップ・クラロスの下で先発ポイントガードとして、全試合に先発出場、1試合平均10.2得点、3.9アシストを上げ、このシーズンのオールルーキーチームに選出された。チームも地区優勝をし、全7戦で行われるファイナルズに進出。第6戦ではシーズン最多となる27得点を挙げた。 しかし第7戦の直前、練習時に相手チームから乱闘を仕掛けられたことなどを理由に、チームは抗議の意思表示として、第7戦を放棄。これにより、レーン面のメンバーは、NBL から処罰されることになり、安藤もチームを離れることになった、2015年、NBL カナダファイナルズでの乱闘。2015年5月、NBL カナダでのファイナルズ期間中からオファーを送っていた。 フィリピンプロバスケットボールリーグのメラルコボルツと契約、チームのプレーオフ進出に貢献した。フィリピンでのプレーの後、安藤は NBA デベロップメントリーグに所属するいくつかのチームから招待され、トライアウトに参加した。その後行われた D リーグドラフト指名候補のリストに掲載されたが、指名されなかった。安藤は帰国し、リンクとチギブレックスと契約した。 NBL2015 から16シーズン途中の加入であり、安藤は25試合に出場したが、平均出場時間は6.4分と、過去のシーズンに比べ出場時間を減らす結果となった。シーズン終了後、栃木は安藤との契約を更新せず、安藤は秋田農山ハピネッツに移籍した。 2016から17シーズンの開幕戦となった2016年9月28日の古巣栃木戦では33分間出場し18得点4アシストを上げチームの勝利に貢献した同年11月には日本代表強化合宿に初めて招集され台湾に遠征台湾銀行台湾ビールとの練習試合に出場した 2017年1月に行われた B リーグオールスターゲームには SNS によるファン投票で選出され10得点3アシストの成績を残した。ABC 新入団安藤慶成選手契約基本合意のお知らせ、秋田ノーザンハピネッツ。 h t t p n o r t h e r n h a p i n e t s c o m スラッシュニューススラッシュ 4329.html2016 年7月17日閲覧 ?abc 島根淳。B リーグ秋田に新戦力。タブセデシ、安藤を受けなりが躍動。日刊スポーツ。 http://www.nyktanspoorts.com スラッシュスポーツスラッシュニューススラッシュ1703521と html2016 年9月2日閲覧。abcd 人日本人初カナダプロバスケットボールリーグ NBL プレイヤーハリーファックスライン面安藤ケけなり選手世界への第一歩 E 日課、2016年7月17日へ閲覧。ABC 小長吉洋子。日本を飛び出した若者たちに安藤受けなりカナダで得た日本にはない。プッシュする意識。ケイジャー、2016年7月17日へ閲覧。ABC 特設ページ安藤を受けなり。ループスポーツマネジメント。2016年7月17日へ閲覧。細田きり。 小長吉洋子。日本学生選抜が、理想、司さかずきで学んだこと。ケジャー。2016年7月17日閲覧。ABC 小長吉洋子。日本を飛び出した若者たち、サンフィリピンが導入した、アジア人枠とは、安動受けなり、カナダの次はフィリピンで、プレイオフに進出。ケジャー。2016年7月17日閲覧。 安藤慶なり選手 NBAD リーグドラフトへ。ループスポーツマネジメント。2016年7月17日へ閲覧。290プロスペクッツ。エリジブル 2BE セレクテットイン2015。NBA デベロップメントリーグドラフト。NBA デベロップメントリーグ。http ドリーグ。nba.com ニュース。2015NBA デベロップメントリーグ。 ドラフトエリジブルプロスペクツリスト、2016年7月17日、閲覧。安藤圭成選手遺跡先決定のご報告、栃木ブレックス、http コロンスラッシュスラッシュ www.toc-igibrex.jp スラッシュニューススラッシュ 1746.html2016 年7月17日閲覧。小永吉洋子。 B の主役たちから、安藤受けなりギラギラの向上心で目指すは、秋田の勝利と、日本代表、バスケットカウント、T&S、2017年1月30日閲覧。大変嬉しい日本代表初、選出、秋田の安藤受けなり、チームを引っ張っていきたい。バスケットボールキング、2017年1月30日閲覧。秋田安藤が、 SNS ファン投票1位で、オールスター選出。日刊スポーツ。http コロンスラッシュスラッシュ www.nikkanspoorts.com スラッシュスポーツスラッシュニューススラッシュ 1754676.html2017 年1月30日閲覧。ゲーム詳細。B リーグ。2017年1月30日閲覧。 ありがとうございます。